去年男子は14チームが出場。エースが揃う1区では坂田南、久野里学園、東海大山形、山形南の4チームが先頭集団を作ります。そして8キロ過ぎに東海大山形が飛び出すと徐々に独走態勢に。その後も差をつけトップで襷をつないでいきます。東海大山形今年もやっぱり強かった。6年連続20回目の優勝フィニッシュ。東海大山形が2位に4分10秒の差をつけ優勝。2位は坂田南、3位は久野里学園、4位には山形南が入りました。去年区間賞を独占する圧巻の走りで6連覇を果たした東海大山形男子チーム、今年は7月と8月に合わせて3回蔵王で合宿を行い、起伏の激しいコースを100キロ以上走り込んできました。チームを引っ張るのはキャプテンでエースの3年生設楽龍生。去年も1区を走り区間賞。 5000m の持ちタイムは14分31秒と県内トップランナーです。夏を越えて新人戦だったり記録会で各々が確実に力をつけてきたことでうまくチームが自然とまとまるようになってきて、それに加えてすごく勢いのあるチームになっていると思います。今年のチームのビッグランナー2年生マスコガク。高校駅伝デビューの去年、5区でいきなり区間新記録の活躍。今年はチームのエース格に成長しました。東海大山形女子のエース益子葵とは双子の兄弟です。仲良くて一緒にジョグしたり練習したりするので、陸上の話は結構したりアドバイスしたりもらったりっていう、とても大切な存在ではあります。益子は東北高校新人陸上の 5000m を制したほか、先週鹿児島で行われた国体でも 5000m に出場。全国の舞台を経験し本番に向け絶好調です。しっかりまず後輩にいい走りを見せる、そしてどんな状況で自分に助けが回ってきても全部自分が巻き返して帰ってきます。設楽、益子の両エースと勢いのある 1,2 年生が揃った今年のチーム。神谷監督は本番での個々の力の結集が楽しみと言います。一日一日の一つ一つの点が結び合って大きなものに変わっていければ嬉しいなというふうに思っています。7連覇を目指す東海大山形、今年も力強い走りに注目です。21回目7連覇する準備はいいかね。はいはい、キャプテン。絶対優勝するぞ。うん。準優勝に終わった去年の悔しさを胸に7年ぶりの頂点を目指す坂田南男子チーム。練習量は嘘をつかないを合言葉に徹底的に走り込んできました。距離を走ることこそが、本当の強さを追求することだと思ってますので、やはりみんな優勝目指して、練習してきたのがやはり走り込みだと思っています。経験豊富な3年生が中心だった去年と変わり、今年は勢いのある 1,2 年生が中心のチームとなっています。今年のチームはオンオフがしっかりしていて、練習ではすごく集中してオフの時はみんなでふざけ合ったりしてとてもいいチームです。今年のチームのビッグランナー2年生エース大宮健二。東北新人陸上は 5000m7 位。阿部監督がここぞという時に力を発揮すると太鼓判を押すチームの大黒柱です。自分は体力があるので体力を生かした攻めの走りができていると思います。そこが自分の走りのポイントだと思います。得意のロード、
大宮が長い路を駆け抜けます。ロードはトラックと違って景色が変わりますし、観客の方の応援、声援が近くに感じられるので走っててとても気持ちいいです。大宮の他にも1年生ながら県高校新人と東北高校新人の 1500m で結果を残した後藤早瀬などフレッシュな力が集まった坂田南。阿部監督は若手の未知数の力に期待を寄せます。未知数 その力が出たときに、果たしてどんなとこまでいけるのかなという非常にこう期待の持てるチームだと思ってます。経験の差は徹底した走り込みと勢いでカバー。キャプテンの菅原もチームの仕上がりに自信を見せます。今年は層の厚さや勢いは県内で一番すごいと思っているので、しっかり都大路を目指して頑張ります。1年ぶりの都大路へ、坂田南のレースに注目です。坂田南高校絶対優勝するぞ。ここ数年は東北大会に出場し、去年は県高校駅伝で3位になるなど安定した力を持つ久野里学園男子チーム。去年は1区を2位で走り上位を脅かしたキャプテンの松岡一生。今年もエースとしてチームを引っ張ります。自分は3年3度目の出場になるので、そこではワクワク感とか今年はやるぞといった気持ちが高ぶる感じです。今年のチームのビッグランナー、注目は3年生の横田康樹。県高校総体 3000m 障害で2位になり、安定した力があることを証明しました。今年はしっかり自分の持ち味である安定した走りを生かして楽しんで、そして上位を狙えるようなそんなレースにしていきたいと思います。一緒にリズム合わせていけんしょ。陸上指導歴50年の本田米子監督は選手たちに信頼を寄せます。しょっちゅうおごってばっかり言いますけどやっぱり言ったことをやってくれる、結果を出すっていう風になるとやっぱり可愛いですし、私も頑張らなければっていう風に思っちゃいますね。3年生の伊藤哲平と斉藤風雅も粘りの走りでチームを支え、エントリーした全員が一丸となって上位を狙います。指導者や応援してくださる方々の気持ちを助けに込めてつなげたいと思います。毎年上位に食い込む久野里学園は今年も秋の長い路を沸かせます。優勝目指してやればできる。勝つぞ。おいくよ、はい、よし。チームカラーはコバルトブルー。去年は4位と毎年上位に食い込んでいる山形南。今年は1、2年生中心のチームですが、夏の蔵王合宿などで徹底的に走り込んできました。今年はなんとか3番以内に入ってこうメダルをもらえるよう頑張ってほしいなというふうに思います。順調にいってくれればやってくれると思ってます。今年のチームのビッグランナー。チーム唯一の3年生池田圭次郎。去年は1区で区間4位と実力を出し切れなかった池田。今年は県高校総体陸上の 5000m で5位入賞と調子を上げリベンジに燃えています。悔しい思いっていうのは1年間ずっと持っていましたし、思いを今年晴らしたいなというふうに思って出場することにしました。しっかり区間賞を取るっていうこととチームのために、
1秒でも稼ぐような走りをしたいなと思ってます。そして2年生キャプテンの安食大人、去年は怪我で涙の欠場、今年は県高校新人陸上の 5000m で4位と頼もしさを増してきています。先輩をやっぱり都大路に連れてってあげたいと自分も思っているので、チームを上位に導けるようなそういう走りをしたいです。県内トップランナーの池田と実力をつけた 1、2年生、悲願の優勝を目指し長い路を駆け抜けます。難攻4位以上を目指して頑張るぞ。優勝じゃないなんて許せない。難攻優勝するぞ。しゃー、受け、お願いします。3年ぶりの県高校駅伝出場となる山形中央男子チーム、メンバーは2年生1人、1年生9人の10人、1年生主体のチームで挑みます。今年は1年生が9人も入ってきてくれてやっと出れるんで、ちょっとワクワクしてる感じです。チームをまとめるのは唯一の2年生三沢健太。800メートルで鍛えたスピードを武器に後輩たちを引っ張ります。今年のチームのビッグランナー一番の注目は佐藤青空。1年生ながら県高校総体の1500メートルで2位に入賞。スーパールーキーの持ち味は後半にかけた粘りのある走りです。1年目としてふさわしいような結果が出せるように、先輩方にも負けないような攻めのレースができるようにしたいと思います。1年生が主体のチームですが、他のチームに負けない総力と団結力で入賞を狙います。前半から積極的に上位チームに食い込んで、後半もいい流れでいけるように、その流れを大事にしてチーム一丸となって頑張りたいです。日々成長を見せる選手たちに去年から指揮を取る半田監督も期待を寄せます。第1期生として目標に向けていいスタートができるように、他校の選手たちに胸を借りるつもりで挑戦していってほしいなと思っています。絶対優勝するぞ。